で、まずこのですね、行列の掛け算に、中国上定理を用いるわけですけれども、その際に一体どのぐらい大きな項ですね、を持ってくればよいかということが、まず検討の対象となります。で、この時に、一応こういう事実を考察するわけですけれども、まずこの、A と B の各成分の積ですね、A と B の成分をかけたものを加えて、C の RT 成分を求めたというときに、その結果が、例えば、この N の法として C の RT に合同になった場合を考えます。で、また一方で、同じく N の法として C' の RT という成分にですね、合同になったような場合を考えます。で、この A の RS とか B の ST というのは、これ、右辺の足して、かけて足しているもの、加えているものはどちらも等しいんですけれども、これで、この左辺のような合同式が得られた際に、この時に実は、この C' の RT がマイナス2分の N 以上、2分の N 以下で、かつ N が2倍の M' より大きくなるならば、M' っていうのは何だったかっていうと、この C の RT の、絶対値の上階ですね。ならば、実はこの両方のですね、値は一致するということが言えます。その理由をちょっとこれから示します。まず、今の合同式からですね、この C の RT から C' の RT の引いた差ですね、これはまず N で割り切れるということが分かっています。で、一方で、C の RT の絶対値は M' より小さいという仮定が成り立っていますので、そのように M' 取りましたから、その C の RT と C' の RT の差を取りますと、これは三角不等式で、C の RT の絶対値と C' の RT の絶対値以下で上から抑えられるということになります。で、さらにこれは、より上から抑えると、この C の RT の絶対値は M' で抑えられますよと。それから C' の RT は、2分の N で抑えられますよということを言ってまして、で、結局、この M' も2分の N で上から抑えられるので、全体としては N で抑えられるということが分かります。で、この C の RT と C' の RT の差が N の倍数で、かつ、その差がですね、N より小さいということは、これはすなわち、C の RT と C' の RT を差が、ゼロに等しいということを意味しておりまして、このことから C の RT と C' の RT が等しくなるように、等しいことが分かると。ということで、この議論を遡っていきますと、この C の RT っていうこの行列の積の各成分ですね、これが一応その方計算での結果と整数上の結果が一致するようにするためには、この方 N は2の2倍の M' すなわち 2×M2 乗かけるスモール M を満たすように取ればよいということになります。で、さらにこの剰余間の計算を行う際に、剰余間の弦の表示の仕方というのはいろいろあるんですけれども、この表示は2分の N からマイナス、マイナス2分の N から2分の N の範囲内でこう取るということが求められます。ということで、まずこれ N、法の N の大きさをどのぐらいにすればよいかということがまず分かるわけです。一応話を遡りますと、その法のサイズ N を決めるには、行列、この C の各成分 の絶対値がどのぐらいの大きさになるかというのを見積もらなければなりませんので、それはその掛け算に使う出てくる行列 A と B の各成分の大きさの絶対値から見積もることができるというのが一つのポイントとなっております。
で、この法に使う N が、だいたいこれよりも大きな数っていうことが分かりますと、まあ、その N に対して、この N1 から NK の積が N に等しくかつ、互いに、対に互いに素であるような N1 から NK を求めればよいということになります。まあ、実際には、先ほど冒頭でも紹介しましたが、N1 から NK というのはほとんど素数を用意していくことが、まあ、よく行われております。あと、まあ、下の2つの条件を先ほど言及しましたように、方 N としては、スモール N は2倍の M2 乗かけるスモール M を満たすように取ること。それから乗用感の減は、マイナス2分の N から2分の N の間で、計算を進めるということがポイントとなります。それでは次にですね、じゃあ、N の値が分かっ、大体どのぐらいの値を取ればいいかというのが分かって、で、そのために、まあ、N1 から NK を取ればよいということも分かったとしまして、じゃあ、この N1 から NK の個数を何個ぐらい取ればいいのかっていうことをちょっと検討してみます。で、一応ここからはですね、N1 から NK は単精度の素数ということにします。なぜならば、今回、その計算量をですね、抑えることを目的としますと、その各、整数ですね、N1 から NK を法とする乗用感での計算っていうのは、単精度の範囲で行うということが大前提となります。単精度の範囲で行うことで、計算量が増大しないようにすると。だから、N1 から NK が単精度ですと、まあ、それを法とする乗用感での計算に現れる係数っていうのは全て単精度になっているはずですから、それで、多倍長の演算が現れないということで、その計算量が抑えられるということになります。そうしますと、この N1 から NK というこの単精度の素数を一体何個用意すればいいのかということなんですが、まあ、見積もりとしては、この N1 から NK の積がですね、この2倍のラージ M2 乗かけるスモール M をこう満たすっていうのがまあ必要、満たせば十分なわけで、で、まあ、この十分条件を満たして、かつ、まあ、なるべくその必要最小限な個数の K を取るということにしますと、これ、まあ、N の長さっていうのが、まあ、N1 から NK の長さに等しいんですが、これは N1 から NK の、このそれぞれの長さの和に等しいわけですね。N1 から NK の長さは全部単精度で取っておりますので、これは K、長さ K になるんですけど、この K が、この、M プライムの長さに大体比例するように取るということで、K が大体θ の L にこう比例するような個数で取ればよいということになります。で、まあ、以上でですね、一応各アルゴリズムに使うその法の大きさですとか法の個数の準備ができましたので、これを踏まえてその中国十三法による行列積のアルゴリズムを示します。入力としましては、A と B が M 行 M 列の整数、一般に多倍長数を成分とする行列ですね。で、この A と B の各成分の絶対値はラージ M で抑えられているとします。そして出力は、この行列 A と B の積 AB、AB、C イコール AB ですね。これが出力とします。で、まあ、まず各ステップ、1番目のステップから見ていきましょう。まずは、この N1 から NK を求めるというステップがあります。これは N1 から NK の積が N に等しくて、かつ、まあ、N が2倍のラージ M2 乗かけるスモール M によりも大きいと、まあ、そういう条件を満たすような N1 から NK を求めます。まあ、N1 から NK、具体的な値としては、これ、K 個の単精度の素数ですね、を取るということになります。で、K の個数 K の見積もり方は先ほど述べた通りです。で、次にのステップですけれども、これは何をやっているかというとですね、まあ、行列、これはまずですね、
まず i、一番外側のループ見てみますと、これ i が1から k と書いておりますので、これはその各法に関する繰り返しですね。だから法の n1 から nk に関する繰り返しです。で、内側の二重のループは、これ r が1から m までと t が1から m まで動きますので、これは行列の各成分に関する繰り返しなわけですね。で、その中で何をやっているかっていうと、この a の rt 成分の ni で割った乗与を ai の rt と置きなさいと。それから b の rt 成分を ni で割った乗与を bi の rt で置きなさいということで、まあ、全体としましては、この行列 ab をその ni を法とする乗与感に全部埋め込みなさいということをここでまとめてやっています。で、3番目は、これは行列の乗算の部分ですね。とまず、外側のループを見ますと、i が1から k を動いていますので、これは法の ni ですね、n1 から nk に対してこれを繰り返しなさいって言っていまして、何を繰り返しているかというと、中の二重のループは r と t がそれぞれ1から m まで動いていますので、これ行列の各成分を中動いております。で、実際の中身は、CI の RT 成分ですね。行列 CI の RT 成分というのを計算しなさいと。で、どうやって計算するかっていうと、この AI の RS 成分と BI の ST 成分の積の和ですね。ですので、まあ、これ各法 NI に関して、この行列の積 CI を計算しなさいということをやっています。で、ここでの、注意点としては、ここでのその、乗算と加算ですね。これは全部NI 法として行っておりますので、これ全部単精度の演算になっていることに注意してください。で、これで第3ステップで、その各法 NI に対して、その行列の積が求まったこと、それぞれの乗与感での行列の積が求まったことになります。で、4番目のステップではですね、この R が R と T に関する繰り返しなんですが、これは行列の各成分に対する繰り返しですね。行列の各成分に対して、この N1 を法とする、積の RT 成分から NK を法とするこの積の RT 成分を全部使って、中国乗算法で、この整数上の、正確に言うと、その法が N1 から NK の積 N を法とする、RT 成分を計算しなさいということをやっております。で、まあ、これによって、まあ、法 N を法とするこの RT 成分、行列 C が復元できましたので、まあ、これを最終的な計算結果として返して、アルゴリズムは終了ということになります。まあ、これが、今回紹介します、モジュラ算法による行列の乗算の計算のアルゴリズムです。ここまでよろしいでしょうか。